ある5月号はビューティ号。笹原里乃は爆売れコスメを厳選。日向坂46、斉藤京子は肌をきれいに見せるテクをナビゲート。AR 5月号、4月11日発売はビューティ号。カバーにはトリンドル玲奈が初登場。可愛いポイントってどんな女の子にも一つはあるもの。数字より見た目って信じたいから、体重計には乗らない派など、日々、可愛いに向かって邁進する女子たちに、パワーをくれる金言が続出。そしてスタイルの良さが際立つ衣装も、たくさん着こなし、特にキュッと引き締まった、ヒップラインに注目だ。ヒップラインといえば、毎日できるビューティティップス特集に、登場の内田理央もプリンとキュートな美尻を披露。鏡の前に佇む姿が印象的。コスメやスキンケアのパワーで昨日より今日可愛い自分でいたいという願いを叶えるトピックスが満載だ。八木有沙がミューズを務める恋しちゃったんだ顔特集では、恋の盛り上がり度別におすすめのメイクを提案。テンション高めのビジュアルに注目だ。森エリカは2020年のトレンドを総盛りしたアップデメイク2020企画に登場。新鮮な三つ編みお下げ姿のほか、メガネルックや超カジュアルルックなど、いつもと一味違う表情を見せる。春の新作コスメを一気にお試しするタクラミガでは、芸能界トップレベルの美容フリーク佐野日奈子と矢作実子が揃って登場。気になるコスメを本気レビューしたほか、新作で仕上げた春っぽメイクもたっぷり。連載中の笹原里乃も、自身が最もメイクするの楽しみと感じる季節は春。とのことで、新色コスメをじら目利き。サッシーが選ぶ、次なる爆売れコスメはこれだ。韓国コスメエールオベイナ村瀬さえ、NMB48 は、最新系コスメ情報や、韓国スポットをナビゲート。初写真集に寄せた意気込みも。堀未央奈、乃木坂46は、ある偏愛のファッションブランドの衣装で、ご機嫌な姿を披露。ビッグウェットから、すらりと伸びる美脚は、ため息もの。斉藤京子、日向坂46は、肌をきれいに見せる、テク特集のナビゲート役で登場。日差しを受けた、エモい表情は必ず見だ。そして、ある5月号はイケメンも揃い踏み。主演映画の公開を控える山崎賢人は、ドキッとする拙者カット満載の 4P に登場。最近は、サウナにさらにハマっています。その理由とは、山崎賢人の、先は、立つ先が正式表記。イケメンが全女子を褒めてくれるという夢のような妄想企画には、杉谷、遥香涼、清原翔といったイケメンが続。ファースト写真集発売を控える、ファンとアスティックスの8名によるわちゃわちゃクロストークも掲載。